さあ小川誠さんお願いします、はい、今秋じゃないですか、うん、さつまいも出だしがねもうさつまいもちなんで今季節にちなんだ話になってるわけですか。はい、はい、さつまいもと栗とかぼちゃが好きなんです私、そしてこの秋になるとですねそういったものがこういっぱい出てくるじゃないですか季節限定 でそれでスターバックスが好きなんですね私でスターバックスに今の時期はかぼちゃのスコーンが出るんですよ。でかぼちゃのスコーンが出てはこれは来たぞと、で私はその1日1個甘いものって決めてるんで知らねえよどうでもいい1日1個しか甘いものを食べれないんですよ。だからタイミングを見計らった時に行かないとダメなんですスターバックスに。でそれで前々からよしこの日に行こうとこの日にスターバックスに行こうと決めてた日があったんですよ、でその日にもう朝からだから甘いものを我慢したんですねこの調子で続きますねこれがこれがチャンピオンです。甘いチャンピオンの実力ですから我慢してたんです朝、で朝バナナと豆乳を飲んで待機して、でもちょっと笑わないでください釣られるんで、でそれで お昼過ぎからだったんでね、お仕事がほぼ休憩だと思ってましたお昼過ぎからお仕事だったんでその前にスターバックスでそのかぼちゃのスコーンと豆乳ラテが好きなんです。豆乳が好きなんですよだから豆乳ラテと豆乳大好きなんです。そうなんですだから豆乳ラテとそのかぼちゃのスコーンを食べてから仕事に行こうと思って決めてたんです、でそれで早めに出て、そこの駅付近のスターバックスはどこにあるかインターネットで調べるんですよ、でそれで時間も計算して何時何時に着けばどんぐらいで食べれてそこから歩いてスタジオに行けると思って考えてて行ったんですよ、すごいお腹が空いてて、そして行ってかぼちゃのスコーンだって思ったんですけど違うのを頼んで食べました。これですよ。これがどうでもいい話。びっくりした。サンゴ歩いてたらガーンって崖になっちゃったみたいな。我慢してたのに。我慢してたのに。あのチーズのチーズメルトっていうものがあるんですサンドイッチが、それもすごい好きだったんです昔から。わそれが今出てるんだと思ってでそれで行きました。欲しい話だよ。いや、まあ、そうかもしれないけれど、はい、これだけの人の前でしようと思うわからないんですよね4コマ漫画だとして2コマ目までがすごいマストってことですか。パンパンでしょ4コマ目これぐらい薄いよね。さあ